どうせ YouTube に動画を投稿するなら、趣味のチャンネルであれ、仕事のチャンネルであれ、戦略的に動画をアップしていった方が、絶対チャンネルは伸びます。サルウェブ版、ノリです。YouTube がオフィシャルで、こういう風にしたら絶対チャンネルが伸びますよっていう情報を出してるわけではないですよね。でも実際にこのチャンネルが8ヶ月弱で4500人以上チャンネル登録者を伸ばしてくることができたんですけど、その実際に自分がやってきた方法、そしてこんな風にすればもうちょっと良かったかなって思う、そんな方法、それをこの動画でシェアしたいと思います。今このチャンネルでは日曜に4回に分けて、2020年こそ YouTube を始めたいっていう人に向けて、 YouTube を始めるにあたって役立つ情報をシェアしています。すでに YouTube は始めてるけどなかなかチャンネルが伸びないなっていう人も役に立つ情報だと思いますので、まだチャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録して、残りの動画も見逃さないようにお願いします。せっかくやる YouTube ならね、一緒にチャンネル頑張って伸ばしていきましょう。ちなみにこの動画は YouTube の始め方のシリーズの3回目です。前2回の動画まだ見てない人はね、ぜひそちらの方も見てみてください。日曜日以外の科目動は動画制作に関する情報をシェアしてます。やっぱりね、YouTube のチャンネルを伸ばしていこうと思ったら、クオリティの高い動画、これは目指していった方がいいと思うんですよね。そのためになるような情報もシェアしてますんで、そちらの動画制作に関する動画もチェックしてみてくださいね。そして動画制作のモチベーションを保っていくには、動画好きの仲間がいるのがもう、これがもう最適です。そんな仲間を見つけましょうね。でもね、周りになかなかそういう仲間いないよっていう人のために、動画好きの仲間ができて、そしてお互いにね、モチベーションをね、こう高め合いながらスキルアップができる、そんなオンラインコミュニティ、動画の力をやってます。気になる人はこの動画の詳細欄にリンクを入れてるんで、そちらからチェックしてみてください。では動画を戦略的にアップしてチャンネルを伸ばしていく方法として、スケジュール、フォーマット、検索される動画っていう順番で話していきますので、最後まで見てくださいね。ノリートのチャンネル。まずは戦略的に動画をアップしていくために、スケジュールを決めましょう。週1でもいいし、週3でもいいし、月1回、月1回はちょっと少ないかな、2週間に1回でもいいので、決まったパターンで動画を投稿していきましょう。まあでもね、普段の仕事しながらとかだったら忙しい時もあれば、まあそんなに忙しくない時もあるし、ばらつきがありますよね。そんな時には、忙しくない時に例えばまとめて4本撮って、そして週1で1本ずつ動画をアップしていきましょう。これでね、もう1ヶ月分動画ってこうアップしていくことができるでしょ。良くないのがね、その4本撮ったやつを一気にもう1日ごとにね、毎日バン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 と4本アップして、でその後は何もなしっていうの、これは良くないんですよね。 YouTube っていつでも見れるから、決まったスケジュールで見れるテレビとはちょっと違うんじゃないかなって思うかもしれないんですけども、決まったスケジュールでこう投稿していくことによって、ファンがね、つきやすくなるんですよね。そのチャンネル登録してくれたファンは、例えば毎週月曜日に動画がアップされてるチャンネルだったら、その月曜日が楽しくなるわけですよ。楽しくなりません？俺は楽しくなりますけどね、待ち遠しくなりますよね。あ、月曜だったらこの人のこのチャンネルもう動画がアップされてる頃かもなと思って、こう楽しみで見るじゃないですか。そこで、あら、全然アップされないなってなるとね、やっぱりこう、がっかりしちゃうでしょ。いろんなね、数あるチャンネルの中から自分のチャンネルにこうたどり着いてくれるわけじゃないですか。だからね、やっぱりそのファンのためにもね、定期的なスケジュールで動画はアップしていきましょう。週1なら週1だったとしても、もう何曜日って決まった曜日で、そしてね、時間も何時って決めた方がいいです。例えばね、会社員の人をターゲットにしてるようなチャンネルだったら、まあ仕事から帰ってきてご飯食べて、さあ YouTube でも見ようかなって思うような時間、まあ7時とか8時とか9時とかね、その辺だったらいいと思うし、学生の人向けのね、
動画だったらもうちょっと早い時間でもひょっとしたらいいかもしれないですよね。その辺はね、もう正直チャンネル次第ですけどね。これはね、ある程度動画を投稿しだすと、チャンネルのアナリティクスっていうところで見れます。自分のチャンネル登録してくれてる人が、その人たちがどれぐらい YouTube にいるか、この時間帯これぐらいいますよみたいなのをね、YouTube がアナリティクスで提供してくれるので、それを目安にしてもいいですよ。まあ最初のうちはね、例えばこう気合入って、じゃあ週3、週4、週5でとかって思うかもしれないですけども、無理なくいけるスケジュールの方がいいと思います。ちなみにね、俺は昔毎日投稿を2ヶ月半続けたんですよ。それはそれでね、それなりに結果ももちろん出たんですけども、ちょっとね、毎日投稿だと、こう自分のこう知識とかね、そういうのを、ね、アップデートしていくのもなかなかちょっと難しいなと思ってきたんで、2ヶ月半で、毎日投稿というのはもう一旦やめて、今は火、木、土、日の週4でアップしてます。やっぱね、動画の本数も大事なんですけど、クオリティも大事なんでね。せっかくね、毎日投稿してもクオリティが低い動画だったら、多分ね、チャンネル登録はしてくれないと思うんですよ。します？しないでしょ。クオリティも大事ですよ、やっぱ。そしてね、その感覚が空くのが良くないっていうのが、俺がね、このチャンネルを開設したのが実は2年ぐらい前なんですよ。でもその後ね、もう半年ぐらい何も動画を上げてない時期もあって、そしたらね、最初の頃にね、せっかくね、チャンネル登録者数がね、ピーンとか言ってるな。これこう、エアプレンモードにしとかないとダメだよね。すいません、ちょっと待ってね。Wi-Fi 切っとこう。このチャンネルを開設したのがだいたい2年ちょっと前なんですけど、最初の頃は動画をね、週1ぐらいでアップしてたんですけど、でも、すぐちょっと仕事忙しくなってやめちゃって、で、半年以上動画を投稿してない時もあったんですね。そしてね、こう、チャンネルが少しずつね、伸びてる感じが、こう、動きが見えてくるんですよ。でもそれがね、もう半年間何もしてない間にもピタッと止まっちゃって。動き出すまですっごい大変なんですよ。でも、動き出せば、あとは、だんだんね、スピードを上げていくことっていうのはそんなに難しくないんですよ。こう雪だるまをこう作るのと同じですよ。でもね、一回止まってしまったら、それをまた押して動き出すようにね、また動きをつけるっていうのはね、これすっごい大変なんですよ。なので、間隔を空けずに、コンスタントに、週1でもいいし、2週間に1回でもいいんでね、決まったスケジュールで動画はアップしていきましょう。そして次に大事だなと思うのがフォーマットなんですよ。これどういうことかっていうと、普段のこの、まあ、スケジュールね、自分の週1って決めたら、その週1で投稿を楽にするために、そのためにね、フォーマット化する必要があると思うんですね。で、どういうことかっていうと、例えばカメラはもうこの位置とか、もうここに置くって決めたら、三脚も置くじゃないですか。そしたら、目印になるように下に例えばこう何か目印をつけるテープを貼るとかね。で、もう三脚はこの位置とかね。あとライトはもうこの位置とか、マイクはもうこの位置とかね。そういうフォーマットを決めてあげる。すると、こう例えば週1なり週2なり週3なりっていうこうコンスタントにやるためのね、ハードルが下がるんですよ。これが毎回ね、こうゼロからセットアップだったら、やっぱなかなかそこのハードルがね、最初はモチベーションあるうちはいいんですけど、モチベーションがちょっと下がってきつつあるときに、ちょっとね、大変になるので、すぐね、もう撮影しようって思ったら、すぐ撮影に入れるように、撮影の機材なんかはこう、フォーマット化する、こう、決めておくっていうのは、これは大事だと思います。そしてこのフォーマット化っていうのは、動画の内容ももちろんで、イントロはこんな感じで、そして、その後イントロの後にこんな感じで動画の内容に入っていくとかね。そして動画の最後のアウトロではこんなこと話すみたいなね。それもフォーマット化ですよね。そしてそのフォーマット化したものに対してこう内容をね、毎回変えていって当てはめていってあげる。するとね、やっぱり週1なり週2なりっていうこうコンスタントにやるっていう上でのハードルが下がると思います。俺は少なくともそうやってます。やっぱね、ゼロからね、毎回作り上げると大変だと思いますよ。そしてね、動画の長さもある程度フォーマットで決めておいた方がいいと思うんですよ。それによってね、話す内容もどれぐらい話すっていうのも、だいたいこう、何回かやっていくとね、わかるようになってくるんで。YouTube がね、ちなみにおすすめしてるのが、長い動画なんですよ。まあ、冷静に考えたら当たり前ですよね。YouTube って広告収益で成り立ってる会社なんでね。
なるべく動画の中に広告を入れれるような長さの動画を優遇して、こう、YouTube はおすすめしてくれるわけです。個人的におすすめとしては、8分以上。8分以上っていうのが、動画の中にこう、ミッドロールって言って、動画の中にこう、広告を入れられるミニマムの長さが8分なんですね。なので、8分以上っていうのを目指して作るといいんじゃないかなと思います。俺はだいたいね、8分から20分ぐらいの中で作ってるんですけど、だいたい平均で15分ぐらいかなの動画にしてます。まあこれもね、チャンネル次第だし内容次第なんですけどね、無理に伸ばすのは良くないと思うんですけども、だいたいそれぐらいを目安にするといいと思います。のりーとのチャンネル。では検索される動画について話したいんですけど、その前に動画にコメントくれてる皆さん本当ありがとうございます。そのうちの一つを紹介させてください。動画100本投稿して分かった3つのポイント。初心者 YouTuber 必見っていう動画にコメントをくれたファジャルドッグアニマルさん、ありがとうございます。はじめまして。一番欲しかった情報でした。とても参考になりました。ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。100本目指してるんですよね。頑張りましょうね。でもね、これ実は1ヶ月前ぐらいにいただいたコメントなんでね、遅くなってごめんなさいね。もうひょっとしたらね、100本いってるかもしれないですね。でもね、ほんとこのね、100本ってね、YouTube 見てたら100本投稿した方がいいですよとかね、俺以外に言ってる人もいるじゃないですか。でね、実際俺経験上やっぱり思うんですけど、この動画でもそうなんですけどね、100本ってある程度目安に確かになると思います。100本超える頃から自分の動画のスキルももちろん上がってきてるし、そして数ももうある程度ね、自分のチャンネルの中に動画の数も多いんで、YouTube もこう、おすすめしやすくなる。まあそういうのもあると思うんですよね。そして、チャンネル自体にも動きが。これがね、100本超えたぐらいからだんだん見えてくるようになるんですよ、ほんと。100本ね、まだ行ってないっていう人いると思いますよ、もちろん。俺もね、前はそうだったんでね。大変っすよね。大変だけど、ほんと、頑張る価値はあると思います。マジで。100本まだ行ってない人、コメントをよかったら入れてくださいね。みんなでね、コメントでこう励まし合って頑張りましょう。のりーとのチャンネル。検索される動画。これどういうことかっていうと、YouTube がね、世界で2番目の検索エンジンなんですよ。1番目が Google、そして2番目が YouTube。でもこの YouTube を持ってるのは Google。要はもう一つの会社だと思ってもらってもいいです。Google もオフィシャルで言ってるんですけど、動画のインターネット上でのね、トラフィックをもっともっと増やしていくよっていうのはもう何年か前からもずっと言ってるんですよね。実際に何かこう調べ物を検索をした時に、その検索のあのリザルトの中に動画で解説してるものがあったら、それがこう上がってくるっていう現象がもう何年か前ぐらいからね、ちょこちょこ出てきてるわけです。そしてね、やっぱり検索で引っかかるっていうことは、要は新しい人をそれだけ自分のチャンネルにこう呼び込むことができるようになるわけですよ。やっぱりね、チャンネル開設したての頃ってもう何十万じゃないね、何百万いくつあるんだろう。チャンネルの数ってね、世界ではもうすっごいあるじゃないですか。その中から自分の動画をこう見つけてもらわないといけない、自分の動画に来てもらわないといけないわけじゃないですか。何もしないと勝手には来てくれないですからね。来てくれるためには何かのきっかけが必要なんですよね。そのためにも検索、これは使った方がいいと思います。特にね、チャンネルがまだ育ってない頃、その時にはね、 YouTube がおすすめしてくれるってことはまずありません。でもね、さっき言った100本を超えたぐらいからとかね、あとは検索に引っかかりやすいようなね、そういう動画を作ってると YouTube がだんだんおすすめしてくれるようになるんで、そういうふうにね、戦略的に考えていってチャンネルをね、育てていきましょうね。そこでね、検索で引っかかるためには、やっぱりね、タイトルなんですよ。タイトルのね、キーワード。これは結構大事だと思うんですね。で、キーワードを、こう、まあ、検索する、まあ、サイトとかもね、いくつかあると思うんですよ。無料のものから有料のものまで。でね、あんまりね、ここにね、気合い入れすぎるのは良くないと思います、正直。そんな労力があるんだったらね、どんどん動画を作った方が絶対いいんでね。でも、最低限のね、リサーチはやった方がいいと思うんですよ。俺がね、個人的におすすめするのは、もう無料でも使える Google トレンド。これのいいところって、
YouTube に絞ることもできるし、そして地域を絞ることもできるんですよ。例えば俺だったらカナダから配信してるけど、日本の皆さんをターゲットにしてるんで、日本でのこう、まあ、流行りのキーワードとか、自分が例えば How to の iPhone で作るシネマティックな動画とかだったら、じゃあ iPhone シネマティックどういうキーワードがいいかなみたいなのを日本をターゲットにして調べることができるんですね。例えば日本から海外向けに動画を作ってる人だったら、英語圏だったら英語の国のところを指定してあげて、そこでのキーワードっていうのを検索してあげると引っかかってくるんでね。で、いくつか入れたキーワードの中から結構ね、こう検索されてるキーワード、それを上手に組み合わせて、まあ日本語だったらだいたい15文字ぐらいかな、それ以内ぐらいにして、こうタイトルっていうのをつけてあげるといいと思います。そしてそうやって作ったタイトルね、考えたタイトルを実際に YouTube の検索の中に自分で入れてみて、どれぐらいライバルがいるかっていうのをね、見たらいいですよね。その時にね、ライバルが多すぎるのもね、ちょっと良くないんですよね。少なすぎっていうのも良くないけど、微妙な塩梅はもちろんね、必要だと思うんですけどね。検索結果としては出てくるけども、他のね、その時にヒットして出てきた動画がもう結構古いやつばっかりとかね、それだったら逆にチャンスかもしれないです。でも出てくるのがもうすごい、もう何十万回も再生されてるような動画ばっかり出てくるんだったら、多分ね、その内容のね、そのタイトルで動画を作ったとしても、自分がね、ここに割り込んでくるっていうのはちょっと厳しいと思うんですよ。それが戦略的に動画を投稿するっていうことですね。ノリートのチャンネル。さあ、今回の動画はどうだったでしょうか。やっぱりね、一番は自分がね、動画を作った時にはね、もうやったーって感じだと思うんですけど、改めて翌日でもいいんで、改めて見てみて、このチャンネル、この動画、まあ、俺が初めて見たとしたら、チャンネル登録するかなっていうのをこう冷静にね、考えてみるっていうのは大事かもしれないですね。まあ、家族とかね、友達とか、動画好きな仲間とかに見せられるんだったらね、見せて、もちろんね、フィードバックをもらった方がいいと思うし、このやり方が正解っていうのはね、正直ないと思うんですよ。すごいね、成功してるチャンネルの人のね、やり方を真似したとしても同じようには絶対ならないんでね。やっぱり自分らしさっていうのをその中には出していくべきだと思うし、そこにファンがついてくると思うんですよね。さあ、こんな感じで YouTube の始め方第3回を、話しました、シェアしました。次はいよいよ最終回第4回、動画を投稿した後、投稿でね、終わるんじゃなくて、その後にもね、ちょっといろいろやった方がいいことってあるんですよ。それでチャンネルの伸び方とかもね、変わってくるんでね。そういった内容を次の日曜日の動画でシェアしたいと思います。I hope you guys enjoy this video and see you in the next one. じゃあね、peace out!